皆様の清き一票とキャラメルソースをどうかよろしくお願いします。キャラメルマキアート、おやすみやす。背面にホームです。スターバックス社員が教えるおすすめコーヒー参戦。僕今イギリスにワーキングホリデーで留学中で、スターバックスで社員をやらせてもらってます。おろす、バリストってやつですね。おろし、これです、スターバックス。おろす。で、僕あのそう社員やらせてもらってて、コーヒーマスターっていう資格も取ってるんですよ。これ何かっていうと、こう言いますと、たまに見かけたことないですか。あのスターバックスで基本的に緑色のエプロンを着てる方が働いてるんですけど、たまに黒いエプロンの人がいるんですよ。これ何かっていうと、まあある特別なテストを受けて特別に合格した人が、持ってる特別な称号です。あらっす。黒エプロン持ってる人は勝ち組です。あらっす。やっぱ人生さ、どんな地に立とうと、どんだけお金持とうと、やっぱお母さんの料理が美味しいなって言える、そういう人よりも黒エプロンの方が偉いです。あらっす。いや、コーヒーにもいろいろあるんですよ。普通のスターバックスで使われてるコーヒー豆が強いなっていう人がいらっしゃったら、まあじゃあブロンドローストっていう豆に変えてみて、甘くしてでも気になって、例えば熟成ですね、入れ込んで豆の味が甘くしてまた例えばそれを持ってます。ホームレスの方、帰宅。じゃあまず一つ目、クッキーズ&クリームフラペチーノにホワイトチョコレートソース2ポンプ追加、ブラウンシュガーも2ポンプ追加で、キャラメルソーストッピングですね。まあこれはコーヒー入ってないんですけど、これね結構人気です。コーヒーがなくても全然これは美味しい。そう、店員間では、まあ僕の店舗はそうなんですけど、ホワイトチョコレートソースめっちゃ人気なので、これは結構飲まれてます。はい。2つ目、抹茶ソイラテにホワイトモカソースを3ポンプ追加、これは結構人気、美味しい。スターバックス、まあ女性に人気かな結構、スターバックス店員の女性に人気です。これもこれ安心してください。背後にホーム、ここなんか背中合わせ戦友か。コーヒー嫌いな人いると思います。安心してください。抹茶ラテはコーヒー入ってないです。妊婦の方でも全然飲める。しかもソイミルクって体に優しいので、体調悪い気なんかもこれ結構良かったりします。コーヒーマスターが教えるおすすめコーヒー3つ目、チャイレモネード、チャイシロップ1ポンプとレモネード入れてもらうだけでこれ大丈夫です。まずメニューにはないんですけど、チャイシロップ入れすぎるとまずくなるので、チャイシロップは絶対1ポンプです。これにコーヒーは入ってないですね。スターバックスコーヒーマスターが教えるおすすめコーヒー参戦でした。あらした。コーヒーは美味しくない？コーラのが美味しい。